私たちが行っているアクアポニックスについて説明をさせてください。アクアポニックスとは、お魚を育てながら自然循環の力を利用して作物も同時に育てていく方法になります。水槽で育てる魚に餌をあげると魚の糞が出ます。不要な魚の糞、それを再利用して作物を育てています。昔からよく言われていた、水槽の水を露地の植物にかけると成長が良い、その内容と同じことです。水耕栽培と陸上養殖の二刀流、アクアポニックス、皆さんもやってみませんか？